ドラえもん勉強部屋の釣り堀は1978年に本放送に先駆けて制作された新映動画版ドラえもんのパイロット版アニメである大山信代が初めてドラえもんのアフレコを行った作品この項目ではテレビアニメ第一作のパイロット版についても記述する日本テレビ版のドラえもんが放送終了し新たにドラえもんのアニメ化が計画された際に テレビ局へ売り込むことを目的として制作された。日本テレビ版への経緯もあって制作されたのは、第1話ではなく、当時の掲載作品で、比較的気象点結もはっきりしており、なおかつ、日本テレビ版放送時には掲載されていなかった、勉強部屋の釣り堀が選ばれた。ドラえもんの道具が登場する時の、ビカビカ、という効果音などはまだ使われていないほか、のびたの部屋の間取りなど、 微妙に後のシリーズと異なる部分もあるが、大部分はこの時の設定が引き継がれている。また、特筆すべき点として、パイロット版に多く見られる、メインキャストの変更がこの作品では、全くなく、すべてこの作品で決定された配役が、テレビシリーズで使われている。パイロットということもあり、放送前の特番で映像の一部が流れ、1979年10月3日の、 秋スペシャルの際に一度だけ放映されたものの、それから長らくソフト化されなかったが、2004年に刊行された、僕、ドラえもん創刊号の特典 DVD としてソフト化された。また、2009年発売の DVD、ドラえもんタイムマシンボックス1979にも特典映像として収録されている。また、2005年4月15日に、 声優陣を一新した新シリーズの放送が開始されたが、その初回放送の最初の話として放送されたのも、この勉強部屋の釣り堀である。ジャイアントスネオがバカみたいに釣れるという池を見つけたとはしゃいでいた。ドラえもんと伸びたは自分たちも行こうと準備をするが、母親から危ないところに行ってはいけないと咎められてしまう。そこでドラえもんは秘密道具、 お座敷釣り堀を使って、のび太の部屋で釣りをすることを考えるのだった。ドラえもんのアニメは、現在放映されている1979年に放送開始されたテレビ朝日版以外に、1973年に放送された日本テレビ版があり、日本テレビ動画によりカラーのパイロット版が制作されている。このパイロット版こそ、ドラえもんが、 史上初めて映像化された作品であり、ドラえもんのアニメ史を語るにおいて重要な作品であると言えるが、このパイロット版は存在自体が目殺され、現在では放送及びソフト化も困難とされる。このパイロット版の大部分を流用し、原作のクルパーでウンパの巻に改定を加えて再構成した、出た。ドラえもんの巻がテレビアニメ第一話となった。なお、 パイロット版のラッシュフィルムは元スタッフの正美みじゅんが現在も個人的に保管している。内容はドラえもんが未来からやってくるという原作第1話を意識した作品で新映動画版のパイロット版にも第1話夢の街のびタランドにもドラえもんが未来からやってくるといった内容が描かれなかったのに対し本作はドラえもんとのびたの出会いを描いた物語となっている。 演出と制作は、正美みと、佐々木和夫が担当し、設定やシナリオは、文芸担当の徳丸正夫が用意したという。一方で、チーフディレクターの上梨光夫は、藤子藤夫 FC ネオユートピア解放誌43号のインタビューで、パイロット版の制作には、不参加だったと述べている。幼稚園児に追い越されながらも必死で、学校へ急ぐ伸びた。 やっと教室に飛び込みアンドの表情を見せるが、我が生先生から大目玉をくらってしまう。その夜、のび太は自宅で宿題に頭を悩ませていた時のこと。どこからともなく物音がしたかと思うと、突然勉強机の引き出しが開いた。そこから現れたのは、ドラえもんとのび太の孫の孫、セワシだった。ドラえもんは四次元ポケットから出した秘密兵器で、 畳の裏に隠しておいた成績の悪いテストを探し当てたり、宿題を自動的に解いたりしてみせ、のびたを驚かせる。翌朝、キッチンでくつろいでいたのびすけと、卵は、ドラえもんを見るや、いなやパニック状態に。卵から立て続けに食器をぶつけられ、困り果てたドラえもんは、くるくるパーコー千従の光を卵に浴びせ、ふにゃっとさせてしまう。外へ避難していた、のびたの元へ。 ドラえもんが合流。ヘリトンボを使って二人で空を飛んで学校へ向かうことに。楽しそうに空を飛ぶドラえもんと伸びたに、ジャイアンやスネを、蝶の犬たちはただただ見上げて驚くばかりであった。最後はテーマソングに合わせて、ドラえもんが歩く映像が流れ、ブルーバックに4月1日スタート新番組ドラえもんのテロップで締めくくられる。ありがとうございます。